アーティストキャンプ、トム・ロバーツ描かれているのは、マッカ・ビンとエイブラムズ・ハイデルバーグ派は19世紀後半のオーストラリアにおいて、ヨーロッパの印象派の影響を受けたか形のグループで、ある。1891年に、美術評論家のシドニー・ディクソンが、メルボルン郊外のハイデルバーグで、野外制作の活動をしたアーサー・ストリートンや、ウォルター・ウィザーズの作品を批評した時に初めて、 この言葉が使われた。1880年代から1890年代にメルボルンやシドニーの周辺のアーティストキャンプで一緒に活動した画家たち、ストリートン、ウィザーズ、トム・ロバーツ、チャールズ・コンラー、フレデリック・マッカビンらが中心的メンバーとされる。自然主義や印象派のスタイルでオーストラリアで働く、人々の生活やオーストラリアの風景を描いた画家たちである。 彼らの作品の中に、1901年のオーストラリアが事実上の独立をするのを前に、オーストラリア人の独自の文化的伝統を築こうとする意識を見ようとする観点もある。旧語印象派展のポスターハイデルバーグはメルボルンの東にある農村地域である。スイス生まれの風景画家、ルイビュウベロが1860年代に風景画を描いた場所とされ、 アーサー・ストリートンが訪れた1880年代の終わりには、鉄道から離れた場所となっていたため、空き家が安く借りられたこともあり、主要なグループのメンバーは1880年代の終わりに、ハイデルバーグを含めメルボルン周辺の風景を描いた。ハイデルバーグ派と呼ばれるロバーツたちは、オーストラリアの美術の歴史における重要なイベントである旧五印象派展。 9倍5インプレッションエキシビジョンを開催したことでも知られる。メルボルンで1889年に開かれたこの展覧会では、コンダー、ロバーツ、ストリートンらが9インチ5インチの大きさのはまの箱の蓋の板に描かれた183点の作品を展示し、印象派の立場を宣言した。この展覧会は話題になり3週間の会期の間に多くの観客が訪れた。 1890年代になってメルボルンが不景気になったためロバーツやストリートンは活動の拠点をシドニー周辺に移した。ハイデルバーグ派とされる画家の定義は19世紀末のオーストラリアの外交派の画家に広げられている。ありがとうございます。